えばやっぱり年始っていうのは当然出てくるので、ご挨拶をやっぱしなきゃいけないんじゃないかなって思うんですけど、ね、はい、具体的に何をしなきゃいけないってのはまだ来てないので、皆様こんにちは、三越伊勢丹の林でございます。小林です。この番組はお買い物にまつわるさまざまなテーマに対して伊勢丹のスペシャリストをお呼びし解決していく番組です。はい、ということでですね、今回は2023年の最終回とついになってしまいました。いよいよ、いよいよ、はい、7月の28日だったと思うんですけども、うん、そこに公開を初めてこの番組にしまして、うん、それからもう5ヶ月近く、ね、5ヶ月近くで、今回でね、12回かな、はい、すごい続きました、ね、本当ありがとうございます。皆様ありがとうございます。はい、この前は年末のお話にちょっとスポットを当てさせていただいて、はい、まあ、いろいろと解説をね、コールセンターの谷山さんにしていただきましたけど、年末といえばやっぱり年始っていうのは当然出てくるので、はい、年始でもやっぱりこう日本の古式ゆかしきと思うんですかね、うん、古き伝統というか、うん、まあ、いろんなお話があるかと思うので、うん、ポイントを絞ってですね、今日はちょっと特集を組んでいきたいなというふうに思ってます。はい、で、小林さん、正月といえばどういうことを連想されます？お休み。あ、そうだね、はい、おせち食べてゆっくり過ごすっていうのはね、うん、私の中の一般ですね。そうですね、まあ、そういう中でですね、お正月といえばやっぱりご挨拶をしなきゃいけないんじゃないかなって思うんですけど、ね、はい、小林さんはお年始回りとかどうするんですか？お年始回りについても後でね、いろいろ聞きたいなって思ってます。具体的に何をしなきゃいけないっていうのはちょっとまだ来てないので、じゃあやっぱりあの人呼んじゃいましょう、呼んじゃいましょう。今回も三越伊勢丹でギフトのコールセンターを担当しております、はい、谷山さんにお越しいただいています。谷山さん、お願いいたします。はい、三越伊勢丹ギフトコールセンター谷山です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、毎回ね、ちょっと谷山さんにはいろんなお話を聞いておりますけども、はい、今日初めてこの番組をご覧になった方もいらっしゃると思うので、普段はどんなお仕事されてるかちょっとポイントだけお願いします。私どもはギフトにまつわるしきたりやマナーについてお電話にてお答えしております。この方に聞けば詳しく教えていただけるんじゃないかということなんですけども、はい、そもそも、まあ、今日はちょっとお正月っていうこともまずちょっとポイントにしたいなと思ってるんですが、はい、お正月っていうのは、まあ、みんな知ってると思いますけど、どういうふうに考えて改めてね、改めてそうですね、うん、皆様いろんなお年玉だったり、うん、初詣だったりいろいろあると思うんですけれども、うんうん、お正月の意味合いとしては一年の健康や幸福を授ける年神様をお迎えする行事となっております。そう言われると、うん、そこ抜けてたかもしれないですね。そうですね、本来は年神様をお迎えするっていう、そういう意味合いになります。そうなんですね、うん、改めて聞くと、うん、あ、そうかってなります ね、うん、ね、うん、その年の幸福だったり福徳を司る神様が年神様というものになるんですけれども、うん、そういうその福徳を授ける神様をお迎えするために前回お話ししました年末から正月を飾りをしたりだとか、おせち料理を準備したりだとか、そういったものをご準備されるのが多いようです。家族だけ楽しいんじゃなくて、ちゃんと年神様を迎えるために。なるほど、それをお迎えして初めてその年がね、幸せな年になる。なるほどです、ね、はい、そういうふうにね、我々ちょっと心新たに正月をまた迎えたいと思いますけども、小林さんがですね、2023年に、まあ、ご結婚されて、はい、まあ、ご家庭を築かれたんですけども、年始回りをどうすればいいのっていうちょっとね、ことを悩んでるでしょ。そうっていうのもありますし、そもそも年始回りとはっていうところからちょっといろいろ教えてほしいなって思ってます。最初のところ、そうなんですよ、うん、お年始回りというのは、うん、お世話になっている方のお家を一軒一軒回って挨拶をするものとなっておりまして、うん、昔ですとそういったことが多かったんですけれど、今ではご実家ですとか本家ですとかご親戚、ご近所の方ですとご挨拶される方が今でもいらっしゃいますね。するとすれば元旦を避けていただいて、2日から松の内の間、松の内は説明させていただきましたが覚えていらっしゃいますでしょうか。もう一回聞きましょうか。もう一回聞きましょう。松の内とは、はい、関東ですと1月1日から1月7日まで、7日だよ、関西ですと1月1日から15日まで、15日、松の飾りが飾られている期間が松の内でございます。なんか賢くなった気がします、ね、だんだん教養番組になってきてるんですけど、1日に行っちゃいけないっ
ていうのはちょっと自分の中にはなかったですね、うん、まあ、我々どうしても1日しか休みがなかったりすることが多いじゃないですか、うん、我々の ね仕事が、はい、どうしても1日にお年始回りしちゃったりして行っちゃいますよね。本当はいけないんですね。本来であれば元旦は避けていただいた方がよろしいかなと、うん、ご家族の時間になりますので、うん、元旦をね家族で過ごす時間になると邪魔しちゃいけません、うん、そうなんですね、うん、はい、わかりました。そのお年始回りなんですけど、具体的にどんなものを売っていけばいいでしょうか、うん、そうですね、仕事関係でお年始回りをされる方が多いので、そちらの方にフォーカスを当ててお話をすると、お仕事の時のご挨拶回りとしては、うん、2日ではなくて4日の仕事始めから15日頃までに行われることが多くて、うん、品物でいうとお年賀タオルですとかはいただいたことある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、さあ、個包装になっているお菓子や会社で作られている手帳ですとか、昔よく配られていたかな、うん、何々会社と書かれているような手帳をカレンダーいただいたこともあるかなと思うんですけれども、そういったものをお配りになる方が多いですね。そういうのもお年始回りっていうんですね、うん、今のお話聞いてると、はい、会社とか、そうですね、その対外的なご挨拶するっていうイメージなんですか、お年始回りとか。本来であれば個人個人でされることが多かったんですけれども、なかなかご近所付き合いだったりとかがなくなってきた現代でございますので、会社の方で行われる方が多いですかね。親戚とかに行くとか、そういうのはまたお年始回りとあんまり言わない感じなんですか。お年始回りではあるんですけれども、公的品としてのご案内であれば会社様の方が分かりやすいというようなものになります。あとは先方のお好きなもので選んでいただけるとよろしいのかなと思います。さあ、あとですね、この前の年末の会にもちらっとはお伺いしたんですけども、うん、正月飾りのところ、もう一回ちょっと復習も込めて、うん、ちょっとお話をいただきたいなと思うんですけど、お正月の飾り物3つご紹介させていただきます、はい、まず門松ですね、門松、はい、家の門ですとか、うん、玄関に立てる飾りのことを言いまして、うん、そちらは年神様が最初に迎え入れるところ、より代になります。神様が宿るものの意味合いになるんですけれども、うん、そういったことで、あの門の方に置いていただくと神様がそこに降りてくるものになります。神様の、まあ、入り口じゃないですけど、そういうイメージなんですか、はい、そういう意味です。あ、なるほど、やってますもんか。実家はやってますけど、うん、今住んでるとこは締め飾りしかやってなかったから、神様たどり着いてなかったの。あ、そうかもしれないよ、ね、今年ちょっと残念、ね、24年の、うん、やってくださいね、はい。あとは今お話に出ました締め飾り、締め縄で作ったお飾りのことで、玉飾りと和飾りというものがありまして、玉飾りは締め縄に裏白、裏が白い葉っぱなんですけれども、いや、代々みかんのようなもの、代々をあしらったものでして、悪い気が家の中に入らないようにという意味から、玄関の軒下に飾るようになっております。玄関の下に ありますね、うん、そういう意味合いがあったんですね。意味合いなんですね、うん、あとは紙で細長い紙切れ、こういうひし形になっているのものも、うん、はい、ついているものがあるかと思います、はい、そういった水引きですとかを飾っておくと、うん、悪いものが中に入らないようになると言われております。そうな、悪いもの入れちゃダメ、入れちゃダメ、ダメダメ、理由があったの知らなかったです、うんうん、こういうのを知ると、うん、ただ今まで飾ってたのが、うん、これをすることで悪いものが入ってこないんだなっていうふうに思うから なりますね。年末のルーティンみたいな感じで飾ってたから、うん、僕もちょっと気軽にやってた、ダメですよ、飾ってた、悪いもの入るなって感じでちょっとやった方がいいです、はい、そしてもう一個ぐらいなんか、うん、もう一つは鏡餅、うん、はい、円形に切ったお餅を大小二重ねにしたもので、うん、年神様のお供え物になります、うん、神様にお供えした鏡餅を食べると生命力が宿ると言われておりまして、二つの大小のお餅に関しましては陰と陽、月と太陽を表していて、この二つを重ねることで福徳が重なるというような言われもあります。鏡餅でいつ食べていいのかしらと思ったけど、お供え物の意味合いがあったんですね。なんとなくこうお供えしてる感じは ありました。なんかこう、でもそういう意味があるとね、うん、お餅の大小も、あ、そういう意味なんだとか、ね、月と太陽なんて素敵な ね、 そうですね、意味合いがあったんですね。いや、なんかちょっと飾るのが楽しみというか、うん、3点セットね、うん、はい、ぜひ飾っていただきたいと思います、うん、はい、皆様もぜひそこら辺心得て、はい、お飾りいただければというふうに思います。
はい、でもこれあのお飾りしても今悪いもの入ってこないでなんてやってましたけども、うんうん、ずっと悪いもの入ってこないでってやってていいんですか？ちゃんと下げる時期が決まっております。うん、前回の時には飾るタイミング覚えてる？覚えてます。あ、はい、どうぞ。29と31日を避けて26日以降に飾ってくださいっていうふうに谷山さんから教えていただきました。はい、合ってます。合ってます。よかった。小林さんもこの番組でどんどん知識ついてます。知識がついて、はい、まあ、それはそれとして置いといていつ、そうですね、ご案内させていただきました、はい、松の内が過ぎる頃、うん、関東であれば1月7日の明るいうち、暗くならないうちに門松ですとか締め飾りは下げていただきます。あまり暗くならないうちに下げると良いとされています。あ、そうなんです。早めに下げるのはいいんですか？早めにというか、まあ、明るいうちに、日が出ているうちに下げていただければ。じゃあ7日か、休み取らないとダメだ。そんなことないです。朝来たら下げます。あ、そうそう。朝でもいいです。朝でもいいです。連休取らなきゃいけないから、そこまでしなくてね。そこまでしなくて大丈夫。でもまあ7日というタイミングをぜひ皆様ね、はい、覚えていただけると。今回でも29日がダメ、31日がダメ、7日に下げる。これもう3点覚えたら、かなり知識もりもりですね。もりもりです。はい。あとさっきお話にありました、はい、鏡餅なんですけれども、はい、鏡餅はいつ下げると思いますか？あれ一緒じゃないんだっけ？食べるタイミングってことですよね。はい、そうです。え、そのうちまでかなって。実はここは違いまして、はい、あれ1月11日に鏡開きがございます。ありますね、うん、鏡開き、はい、鏡開きというのがお供えの鏡餅を下げて木槌で砕いて、例えばお雑煮にしたりお汁粉にしたりなどしていただくことになっております。11日。そうなんです。でなぜ鏡開きというかご存知でしょうか？打ったら開くから違う。昔の武家ですと、うん、はい、切るというのが言葉として避けていたものになりまして、刀で切るの切るとつながりますので、うんうん、なので包丁を使わずに手ですとか木槌で割って開くという表現にしたことで、うん、鏡開きというような名前になったと言われています。鏡開きというのはもう一般的に言葉としてね、うん、使っちゃってましたから ね、そういう意味があるんですか？はい、なのでちょっと時期がずれますので、はい、お気をつけください。忘れないようにしないと。忘れないようにしないと。これもね、お餅いつだっけなって、またこういちいち検索してる場合じゃないですね。7日と11日がキーポイントですね。キーポイントです。キーポイントですね。名刺のキーポイント。はい。でも、今回もね、お正月の話いっぱい聞かせていただいたけど、やっぱり知らないこともいっぱいありますよね。ありますね。特にギフトのこととか難しいですよね。はい。そんな時は、どうする？三越伊勢丹のホームページに記載がございますので、うん、そちらをご確認いただければと思います。はい。でも、ホームページ見ても、載ってない時もあるじゃないですか。私の場合はこう、こっちの場合はこうってありますよね。はい。この場合はどうするんですか？そんな時は、三越伊勢丹のギフトの相談窓口へお電話いただければと思います。誰もさんがいらっしゃるんですね。私もいます。私もいらっしゃいます、ね、それぞれベテランの方がですね、きちっと応対していただけるということですので、はい、皆様ご安心してお電話いただければというふうに思います。はい、はい、どうも谷山さん、年末まで最後までありがとうございました。ありがとうございました。7月の下旬よりスタートいたしました伊勢丹に行ってみて聞いてみてという番組でございますが、無事に2023年の年末を迎えることができました。これも視聴者の皆様が温かく番組をご視聴いただいた賜物でございます。本当にありがとうございました。来たる2024年もですね、皆様にとってより良い年になりますようにお祈りしております。どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。それでは小林さん、はい、年末最後の決め坊主をいきたいと思います。はい、来年2024年も伊勢丹に行ってみて！聞いてみて！それでは皆様、良いお年を！良いお年を！失礼します。